急にドカーンと願いを叶えている方もいらっしゃるんです。サスの日のバスタイム、恐るべしですね。運が解説する急上昇チャンネルの高見です。高見が全国のパワースポットを巡って選んだ、ハラジオ、白い恵みが発売されました。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。さて、10月19日に金運上昇運成功運の辰の日がやってきます。今年は辰年ということで、辰年の辰の日と、毎回ダブルドラゴンとなる年でしたが、まもなく終わりを迎えると思うと、少し寂しいような、そして残りの辰の日を大事にしたいなと思いますね。暦の組み合わせで、龍がたくさん応援が入る日もありますが、毎回ダブルドラゴンとなるのは、次はまた12年後になりますので、そう思うととっても貴重ですね。今回の辰の日は強めの本命陽宇宙日と重なっているため、過ごし方に少しコツが必要ですが、悪い運気を避けさえすれば大丈夫ですので、貴重なダブルドラゴンの辰の日に金運アップを楽しみたいですね。今日は19日の運気と悪い運気の避け方、そして辰の日の金運アップアクションについてお伝えしますね。まずはじめに、龍神さんの下がり、場を極める金星のところから始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、19日の運から見ていきます。陽宇宙日の動画でもお伝えしましたが、今日人は、百事が今日となる月破大門の日になります。できるだけことを起こさずに、控えめに過ごすことで、今日を避けられる台風のような日ですね。新しいことや大きなこと、大きなお買い物や契約事など、大きなことは避けた方がいい日となります。仕事や家事など、決まっている予定が終わったら、できるだけ早く家に帰って過ごすことが、強運を避けてくれます。相手がある約束事や、以前から決まっていて、動かせない予定があるという場合は、事前に段取りを念入りにしたり、忘れ物がないように確認したりと、準備をしておくことで、トラブルやミスなどを避けることができます。また、要注意日の日には、電車の遅延が起きたり、うっかりミスなども起こりやすいので、待ち合わせの時間には少し早めに出かけたり、一本早い電車に乗るようにするなど対策をすると、遅刻なども防げる日となります。そして、不運よけ対策として、浄化力が強いアラジオを一口口に含み、体の内側から結界を張ってガードしたり、アラジオを持ち歩くのもいいですね。前日にお風呂に入る際にアラジオを入れて入るのもおすすめです。ただ、バスタブの作りからアラジオが使えないタイプというご家庭もあると思います。そういった場合はエプソムソルトがおすすめです。最強に運気ガードしたいという場合は日本酒も一緒に入れて入るといいですよ。要注意の日は準備、確認、浄化。この3つでかなり避けることができます。あとは広い心を持つのもいいと思います。続いて、19日のいい運気に目を向けていきたいと思います。19日に入る吉人は、不要な縁が切れていく、改心、後から利益がやってくる、疫後などが入ります。19日にやったことが後々効果を発揮する運気となります。そして、辰の日は、龍や龍神様のご縁を結んだり、龍のサポートを得ることで、願望実現が一気に近づいたり、物事が急展開していったり、仕事だと出世や昇進などの一つ活躍するステージが上がる、レベルアップするような、そういった運気がある日です。龍が天に昇っていくように運が上昇していく日ですね。そんな辰の日に気運が上昇していく過ごし方、まず一つ目、入浴です。アクションというよりは生活習慣といった感じもしますが、この日は入浴が大吉となる日ですので、お風呂に入るだけで運が溜まる日です。この日の入浴はシャワーだけではなく、バスタブに浸かるといいですので、いつもはシャワー派という方はお湯を張ってバスタブに浸かるといいですよ。お風呂は体についた邪気を落としてくれる浄化作用もあります。もともと運がいいアクションなんですが、大吉ということに加えて、水を司る龍さんは、お水がある場所が大好きです。家の中でたっぷりとお水がある、お風呂も好きな場所なんです。ただ、神聖で波動が高い龍さんは、邪気や汚れは苦手ですので、汚れていると近寄れなくて出て行ってしまいます。そういった意味では、お風呂のお掃除も、金運を上げて龍を呼ぶアクションになりますね。お風呂は龍さんと、
コミュニケーションをとり仲良くなる場所になります。当日はゆっくりとお湯に浸かり、リュウさんを思い浮かべます。そして願い事や悩み事など心の内をリュウさんに打ち明けます。そうすることによってリュウさんはこんなことに悩んでおるのか、じゃあここをサポートしたらいいのか、願いを叶えるために頑張っておるの、じゃあちょっぴり手伝ってあげようかな、わしのちょっぴりは人間にはちょっと激しいようだけどサプライズと思って楽しんでくれ、というようなことが起こります。そして奇跡的なことが、そして奇跡的な変化が訪れ、爆発的に上昇していくような出来事が起こるんですね。激しい出来事があったとしても、それは悪いように捉えないでください。必要なことが起こっているんです。ちなみに、激しいことが起こったという方を紹介すると、発売してから一人も売れなかった商品が100人以上の方に売れて、会社がパンクするような嬉しい悲鳴となった方、また年収200万円だった頃に月に100万円稼げるようになりたいとお風呂で話していたことから、急に新しい出会いや仕事の誘いなどが来るようになり、月収100万円を達成したという方、打ち上げ花火のように急にドカーンと状況が変わって願いを叶えている方もいらっしゃるんです。タスの日のバスタイム、恐るべしですね。リュウさんの大好物の日本酒や海から生まれる荒塩と一緒に入れるとすごく喜ばれますので、自分自身の浄化とリュウさんの歓迎も兼ねてお風呂に入れることもおすすめです。二つ目は連絡先の見直しです。19日は不要な縁が切れていく吉人が入っていますので、自分の運も一緒に下げるような相手との縁を切るなどの働きがある日です。連絡先を見直してみて、もう何年も連絡を取ってなくて、これからも取ることがなさそうという場合や、関わるたびに嫌な気持ちになるなど、そういった方との関係を見直し、連絡先の整理をすることも縁を切り、スムーズに行く日ですので、いい日です。誰と付き合うかも大事です。そして誰と付き合わないかもとっても大事です。なんだか毎回嫌な気持ちになる。いつもマウント取ってくる。自己中で振り回される。永遠と愚痴を聞くのが辛い。など、そういった心の底では拒否反応が出ている方とのご縁を終わらせるだけでも波動を下げる原因がなくなり、毎日が心地よくなり、波動が上がりますので、それだけで運が良くなったりします。三つ目は、不要なものの処分です。この日は解放のエネルギーがある日ですので、捨てカスも運を高める日です。通所でお掃除や捨てカスなどが大吉となる日なんです。そろそろ衣替えをして、着れなくなったお洋服が出てくる頃ですし、年末の大掃除の時期も近づいてきてますから、前もって捨てカスをしていることもいい日となります。寒くなると大掃除が億劫になったり、体が応えたりということもありますので、まだ暖かいうちにある程度片付けておくと、スムーズに大掃除ができますので、おすすめですよ。年末は予定も入りやすいですし、年末年始の準備や仕事納めなどで忙しくなりやすいですので、今できることを今しておくのもいいと思います。四つ目は、大掃除の計画を立てるです。大掃除は今年の一年の厄を落とし、不要なものを捨てて、新年に年神様が福を持ってやってきてくださった時に、福を受け取るスペースを作るという翌年を幸運に過ごすためのとっても重要なアクションです。年末は忙しくなりやすく、思ったようにお掃除ができないということもあるあるですから、寒くなってからの大掃除が辛くて腰が重くなってしまうということもあります。ですので、今のうちから少しずつお掃除をして余裕を持って過ごせるように計画を立てておくことも金運アクションになります。やっててよかった蜘蛛式のように、やっててよかった大掃除となるか、やっとけよかった大掃除となるかでは、年末の過ごし方も全く変わったものになります。年末って運への影響が大きいイベントや吉日も多いので、思うように運が上げられるようにスケジュールに余裕を持っておくことが開運の鍵となります。スケジュール帳なのに、この日は休みだから靴箱をやってしまおうとか、カーテンを洗おうなど、あらかじめ予定を書き込んで自分自身にアポを入れるといいですよ。運が良くなる予定が詰まった手帳ってワクワクしますよね。ワクワクも運を高める要素の一つなので、イベントやアクションにたくさんワクワクを詰め込んでいきたいですね。ダブルドラゴンのタツの日ですので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。
僕もこの日はアラジオと日本酒を入れたバスタブに入って休息の日にしようかなと思っています。今日の動画でまたグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の公式メルマガができました。機運が上がる3つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてくださいね。最後に邪気を払いハードを上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。